おはようございます。おはようございます。あー、びっくり。おはようございます。よろしくお願いします。今日は、挿入歌のレコーディングです。パンクです。頑張ります。何ですかそれ。何だろうね。あやの大好きなベッカーズのグレービーソースポテトです。美味しいです。いつも食べてます。いただきます。じゃあいただいてみます。グルメ番組の、すごくこのソースとポテトが絡み合ってていいですね。美味しいです。本当にダメ、合格ダメだ。彼女はもういろいろ新幹線の中とか散々練習して、もう今日は一回歌えば大丈夫だと。なんでそういうこと言うんですか。言っております。言ってない。私本当にそうなのかが言ってない。ひどい。確かめられるんですよ。なんでもう歌えないよ。僕もエンジニアさんも録音は一回しかない。もうすいません。なんでなんでやだやだ。からもうグス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 刺さってくるんです。頑張ります。普段がロックとかすごい好きなんですよ。カラオケとかでもロックばっか歌ってるんですよ、洋楽の。だからね、今回ね、そうパンクとかそういうのも好きだからすごい歌いやすい。今まででも何か発表できるもので歌ったことがなかったので、ちょっとね、新たな試みかも。こんな歌歌えるんだと思ってくれたらいいなと。シビゼンスの山本さんから、はい、この曲についてアドバイス、うん、なんで好きなように気持ちよく楽しく歌えてる雰囲気を出してほしいですというのが演出でいいと。わかりました。今日はもう楽しくバーッと歌えば OK という感じです。うん、はい、はい、お願いします。ごめんです。はい、お願いします。星空見上げ、私だけの光教えて。明日目が覚めたら、ほら希望が生まれるかも。 Good night. I still, I still, I love you. I'm waiting, waiting forever. I still, I still, I love you. また会えるよね。一発目の撮ってあります。あ、もうあれで。びっくりした。コロナ行って言われたよ。もう最後帰っちゃいましたから。もうね、帰っちゃったんだ。もう終わり。で、今日はお疲れ様です。ちょっとそれとさ、帰んないでくださいね。はい、もう一回歌ったから OK だっていうことで、帰られたかっていう。今の OK だそうですよ。違うよ、あれ絶対じゃないもん。ライブっぽさって何だろうなっていうところは、多分ピンときてないのかなと思って。ライブっぽさって。まだよね。で、これを映してちょっとね、聞いてみてもらいたいなと思ってるんですよ。その時間を少しください。ということで、5分ぐらいちょっとつないで。まだまだだけど、まだこなれてないけど、今。だんだん声出てくるようになってきたんですよね。はい、はい、来たので、もっといっぱい歌っていい歌い方を探したいと思います。はい、はい、5分経ったよ。経ってない。猫マン、ヘビメタ猫マン描いてる。猫マン、あれ本当に平野さんが描いたんですか。あ、今ちょっと半分描いてます。レコーディングの時にあの歌詞カードのこう脇にこうやっていっぱい書いてたんですよ。どう監督さんたちがご覧になって。そうなんです。いっぱい今増やしてるんですよ。あれどんどん増えてくるんですか。そうなんです。猫マンファミリー今何匹ぐらいいるんですか。パンク猫マンと書こうと思って、30匹ぐらいも書いてましたよね。よくないよ。真面目トークでもいいんですか。真面目トークでもいいですよ。あ、じゃあサビのとこなんですけど、はい、止まらないのよっていうフレーズあるじゃないですか。止まらない、これ多分切った方がかっこいいかなと。あ、止まらないのよ、タタタタ、はい、ってことで。どうしよう。はい。
本番のつもりでやっていきましょう。はい、休み休みやるんで大丈夫。大好きな人が遠い、遠すぎて泣きたくなるの。 I still love you, I'm waiting forever 止まらないのよ。よくなった、よくなったけど最後歌詞を間違えたね。I still, I still。 ほらライブだからこういうね、うん、こともあるんですよ。そうだね、一回きりだから。そうそう、いいこと言いました。その通り。でもね、歌い方の方向性は良くなってきたので、はあ、もっと振れ幅振り切っていいと思います。あれ、あの感想とか、うん、ちょっと間間時ね、感想はお得意のあの前工場行ったり、前工場じゃない、お得意の、こんばんは二番バッターです。誰それ、うちはネタ。すいません。だから、はい、そう、あの、はいはいみたいなことをやるやってほしい、ね、やってほしい、ね、でしょ、はい、どこで入れるかですよね。それは任せるよ。セリフみたいなことは言っていいんですか。セリフ行くぞみたいな。あ、うん、それぐらいやったらいいよ、うん、え、その、行くぞとかそういうこと言った場合、これは春日になるわけですよね。そうそうそう。おお、難しい。アドリブ聞かない。うん、アドリブ大変だから、うん、少し考える時間をください。あ、いいですよ、じゃあ時間を。ダメだ、最大の試練だ今まで。そうかな。うん。きっとまで立ってほしかった。終わったからしまった。じゃあもう一回、はい、行ってみましょう。はい、すいません、なかなかいえいえ、かっこいい感じになって、うん、初めての難関が、うん、今までで一番難しいかもしれないですけど、あんまりそういう要求されな い, ないレコーディングだとあんまないですよね。びっくりしました。普通に綺麗に歌おうと思って、うん、はい、わかりました。はい、はい。大丈夫です。もうがね。じゃあこれで以上。はい。はい。終了しました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあカメラの前で感想などの一言。あ、靴履いてない。なんか。初めてだったんですよ、こんなライブっぽく歌ってって言われるのは。はだったから、ちょっといろいろチャレンジしてみました。でもすごいノリノリで歌ってたら、思ったよりちょっと筋肉痛になりそうな予感がして、ちょっと体がだるいんですよ。はい、でもそれぐらい頑張って歌いました。ありがとうございました。
って髪の毛もないの？髪の毛たまにあるって。その髪の毛もでかい。俺がする。あ、かわいい。こういうのがいっぱいついてる。でも光で合わせてなる。俺とやってる。見たいと。
弾けますよ。歌ほど外しません。ブーブーバラみたいな。打てる子。そんな感じで振り向き気味な感じでチョビがセットしますね。弾けそうでしょ。はったりはったり。はったりって言うの。隠し撮り禁止ですよ。何に使う気ですか。お、風がいい感じだ。はい。はい。みんなはどこにいるでしょうみたいな。あ、なるほど。これやってみそうした。何枚か行きますね。はい。で、誰が弾いてたのか。一瞬怖い気持ちになったの。はい。そうそう、はい。はい。いやいや、話でもなくてもいいですよ。はい。はい。あやちゃん、置いてきぼり。はい。入ってきた。出会った。キロン。おにげんなさい。